丈夫そう？痛いですけど、痛い。汗がって書いてあるんで、いや今日 T シャツで来るわけ、いやでもちょっと寒いなとか思って、はい、家出た時寒かったんで、寒かったよね。今暑いでしょ。もうすでにサウナに入って20分ぐらい経ってますから。サウナに入って20分ぐらいの感じでした。もう暑い、毛穴という毛穴が出る。まだ5分も触ってないけど。じゃあ反対側触っていきますね。これやっぱり左右で痛さが違うというのは、なんか毒素の違いというか、なんか疲れの違い、足の使い方の違いですね。こっちの方がちょっと痛いでしょ。痛い。こっちを、まあ、立ったりとか触るときに、はいはい、ずっとこっちに重心がかかっている場合が多いですね。思い当たりございませんか？ありますあります。ありますか？